さんお疲れ様です。2本目の動画になります。今日は移動しながらの、移動動画になります。皆さんは、今年目標を立てましたか？小さい目標でも立てることによって必ずそれに向かえば目標を達成することが僕はできると思っています。目標を立てるっていうことはすごく大事で、立てないよりか立てた方がいいかなと自分は思っています。ただ立てるだけではやはりやっぱダメで、立てたことに何が必要かっていうのを考えてそれに向かって自分が努力するっていうことがやっぱ大事だと思うので、皆さんも自分の目標を設定してそれに向かって頑張ってもらえると私も嬉しいかなと思っております。今日の動画は以上になります。皆さんぜひ目標を立ててください。